チャオあっちゃんです、今日7月30日、土用の丑の日です。はい。ということで、うなぎ買ってきました。食べたいと思います。はい。なんか、渓流うなぎって書いてあるの。うん。です。はい。では、食べたいと思います。食べたいじゃあ、焼きたい。温めたいと思います。うん。ちょっとね、今年初めてのチャレンジ。今回初めてチャレンジで、ちょっとね、ふんわり温まらへんかなと思って、やってみたいと思います。はい。まずね、フライパンにこれ1枚、まあ入らんことないかな。切ります。切った方が楽やからね。ちょっと大きめに切ったら。かーや、もう腹立つな、もう。フライパンに入れます。これ大きいな。これはいいや。タレがもったいないな。タレ入ってないんだよね。買っといてよかった。しょ。フライパンに並べます。悩んでても仕方ないから、とりあえず作ります。はい、めっちゃ香るよ。でね、これタレ。を入れんねんけど、このねトレーのタレがもったいないから、ちょっとお酒入れて、お酒でちょっとこうね、うるかして、よいしょ、ちょっとこれかけます。お酒ちょっとね、入れます。大さじ1ぐらいかな、とみりん入れすぎたかな、とうなだれをね買ってきてやんのよ。なだれをね、ちょっと入れます。これぐらいでいいかな。で、火にかけます。混ざってない、混ぜようか。さっきうなぎ入れた失敗かな。まあいいや。沸騰してきたら蓋して弱火にして5分ぐらい炒めます。今日うなぎ、うん、尻尾は取っときます。
じ感じ。はい、これで火から下ろしてうなぎ、肝がないからね、肝水じゃなく、うな水作ります。ちょっと味付けみりん大さじ1ぐらい、お酒大さじ1ぐらい、うなだれを、かけて、全部使っちゃいました。まだあるからね、このこっちにね、ふわふわなってる。ミキちゃんにもうなぎを、お茶の分を分けてあげよう。ミキちゃんにもでお供えします。はい、あで煮立ってきたら、おすましをちょっと醤油で味付けします。で、塩で締めるか。ちょっと塩で締めます。OK。はい。で、うな重です。はい、うな重できました。と。肝がなかったからうな水です。はい、うなぎのお吸い物です。では、これで食べたいと思います。はい。
はい、では食べたいと思います。今日もうね、今日朝から全然動けへんかってね、昼頃ね、やっと昼頃動けるんだって。昼ご飯作ったらね、昼からまた死んでた今日は一日ダメでした、うん、やっぱりね、お仕事無理するとダメかな。でもね、お客さんに喜んでもらわんとあかんからねと思って頑張りすぎました。だからね、自分へのご褒美も兼ねて、ね、うなぎ食べたいと思います。ではいただきます。うん、おいしい、うなぎ。あー、おいしい。うん、フライパンで5分間だから蒸し煮みたいにしたら、うわ、ふわふわで美味しい。うん、ちょっと思いついてやってみたけど成功でした。うん、でもこの動画上がってる時はね、牛の日、土曜の牛の日終わってるけど、またよかったらうなぎ温める時フライパンで、ね、みりんとお酒とうなぎのタレ入れてちょっと蒸し焼きしてみてください。うん、ナスも美味しい。うん、おいしい。うん、もっきりよくなった。うん、おいしい。雰囲気もあるね。この日はうなぎが高くなるよね。まあね、うん、たまにやからいいよね。うん、どう？うなすい。お吸い物。あ、すいません。どんぶりは？美味しかった。よかった。ひかるどう？めっちゃ美味しい。ね、うちの子うなぎあんまり好き違うたんよ。子供ってまだ子供やけど、ちっちゃい頃、うん、でも最近なんかうなぎは美味しいって言うけど、嬉しいけどうなぎは高いからあんまり食べさせてあげられへんけどね。美味、うん、しい。あ、なすい美味しい適当に、うん、作っただけやねんけど。ん？ごちそうさま。まだ欲しいの？あげようか。うん、うなぎは関係ない。ご飯をあげる。そうやろうと思ってもご飯いっぱい出てきね。蚊が落ちてきた。ほら、お部屋にチュッてしたら24時間蚊がいなくなるって。あれさっきチュッチュッて吹いてんけど、うん、蚊が落ちてきたよかったよかった。今日なんかめっちゃ蚊多いんよ。ちょっと待って、お母さんにもらってあげるわ。はい、母さん。カルタすっごい好き。でも考えたらね、うなぎ高くても3人で1700円ぐらいか。だから、あたりも入れたから1800円ぐらいか。だけど、ね、安いうなぎや、うなぎで、どこや。すき家かな、どっかうな重かなんかあんねんね。でもやっぱり1人900円か1000円かぐらいするから、1人、でね、3人でも3年ぐらいかかるから、
やっぱり買ってきて食べる方が安いよね。これ勝利点で。あ、それ美味しい。食べられるよ。美味しいよ、それも。どう？美味しい。干物はお金もないよ。1杯ずつしか作らへんな。肝あったらよかったけどな。なんか、ね、焼き肝は売っとってんけどね。まあそれ買ってみて、肝水しちゃうかな。美味しい。頭は骨がいっぱいだわ。すごい骨やった。これは食べちゃダメやわ。これ骨噛み砕いて飲んだね。そんな甘い骨違う。頭のとこはすごい骨があるね。こっちはいけるかな。ご飯入れすぎたかな。さっちゃん多いな。今ね、3合炊いて、3合を均等に割ったんよ。だからあっちゃんの結構ご飯が多いの。食べたのか。いや、もうこんだけは食べられるよ。食べて。はい、会食終えました。ちょっと光に手伝ってもらったけどね。肝水ちゃうわ。安いよ。ナスイもこれ片手食べられへんから置いておきますということで、今日のあっちゃんち、土曜の丑の日、7月30日土曜の丑の日はうな重でした。美味しかった。これでね、夏バテ治ったらいいねんけどね。夏バテなんかちょっとね、仕事気合入れすぎて疲れたんか動けへんかった。今日一日ほんとつらかったけどね。明日からまた元気になったら動画作っていきたいと思います。ではまたね。バイバイ。